ドジャースのワールドシリーズ優勝で幕を閉じた今季、大谷翔平選手は全54本塁打を放ったが、指揮者の目から見たベスト3は、エリア2024年11月18日号より、図表を見る大リーグ評論家、福島義和さんの今季、お気に入り本塁打ベスト3はこちら。 アスタリスクアスタリスクアスタリスク大谷翔平の本塁打に魅了され続ける大リーグ評論家の福島義和さんに今季のお気に入り本塁打ベスト3を挙げてもらった3位は敵地サンフランシスコオラクルパークでのジャイアンツ戦で放った第12号だかつてバリー・ボンズがたびたび右翼場外のマッコビー1に打球を打ち込みホームランボールを目当てに船で待ち構えるファンの姿も有名だろう マッコビー湾に飛び込む場外本塁打はスプラッシュヒットと呼ばれる名物だ敵地でもう少しでスプラッシュヒットかと思わせる飛距離約1 3 6ルの特大弾同球場では最近2年間で最も遠くに飛んだ本塁打ですもしこれがコーチコロラドの球場だったらおそらく1 5 0ル級の超特大弾になっていただろうと想像するほどに強烈でした 来季は大谷選手がスプラッシュヒットを見せてくれることを期待したいです。2位は、今季メジャーデビューの怪物投手、ポールスキンズ・パイレーツとの勝負で生まれた第15号。第1打席は3球連続で100マイル、約161キロ以上の5速球。大谷選手はすべて空振りして三振を喫したのですが、第2打席で初めて100マイル以上の速球を本塁打。 しかも、バックスクリーンへ飛距離1 2 6ルという衝撃の一打でした。これまでのキャリアで一番ともいえる力追力の名勝負だったと思います。野球の醍醐味は本塁打。そして1位には本拠でのレッドソックス戦で打った第30号を挙げた。今季の飛距離で第2位にランクインした一本だドジャースタジアム計測史上2位の飛距離1 4 4ル それも球場史上6人目の場外本塁打になろうかというほどの超特大弾でした。打球が飛びにくいドジャースタジアムでは特に、左打者の右翼方向への打球は飛ばず、過去に左打者の場外弾は一人しかいないのです。これも楽しみは来季に持ち越しですね。今季が終わったばかりだというのに、早くも来季が待ち遠しい。右肘のリハビリ そしてワールドシリーズでの左肩の怪我による関節唇の手術も無事終え、ついに投打の二刀流復活が期待されるが、やはり野球の醍醐味は本塁だ。総会で豪快な特大弾の量産を今から心待ちにしていよう。